はい、こんにちは、リュウハリキュー整体院です。今回はですね、膝の痛みには、ヒアルロン酸注射とか水抜くとか、あとサプリメントとか筋トレとか、ストレッチとかマッサージとかいろいろある中で、結局何が一番効くのって話を今日は、セキュラルにお伝えしていければなと思います。で、やっぱり膝悪いといろんな治療法あるので、どれ受けたらいいの、でもとりあえず治したいと思って受けると思うんです。ただですね、実際このやる対処法ですねっていうのを間違っちゃうと、やってもいつまで経っても膝の痛みは解消されないという結果になってしまうんです。なんでですね、私自身がいろんな膝の痛みの方、変形性膝関節症の方見てきた中で、あ、結局これが一番痛みを落ち着かすのに効果あるよねっていうのがありますので、今日はそのあたりを具体的にお伝えしていければなと思います。では早速ですね、そのいろいろある中で一番効くものは何なのかというと、もうめちゃくちゃシンプルです。もう膝の周りを温める。で、この温めるっていうのはお風呂でぬくめるとかでもいいですし、シャワーでぬくめるとかでもいいです。あとは洗面器ってお灸売ってるので、お灸を膝の周りにするとか、あとカイロ貼るとか、ホットパックっていう、チンしてちょっとぬくめるやつがあったりするので、そういったのにぬくめるとか、もうこれが正直一番効きます。じゃあなぜこのぬくめるっていうのが一番効くのかというと、膝の痛みの原因のほとんどは筋肉やからです。で、筋肉が硬くなってて膝の痛みが悪化してるケースが多いですので、この硬くなった筋肉をぬくめることによって柔らかくなる、それが一番実は膝の痛みの解消にすごく効果があるんです。じゃあですね、なんかシンプルやと思うんですね。え、ほんまにそんだけでって思うかもしれないんですけども、実はそれが一番効くのに、人っていうのは膝の痛みが出たらもう世間的な一般の常識のせいで、もう関節の中が原因やっていう風に洗脳されてる。実はこれが一番の治らない原因なんです。で、結構思うと思うんです。膝が痛かったら、うわ、特に年齢的に50代60代になってくると膝の痛みが出やすくなるので、あ、出てきた、これはもしかしたら膝の軟骨がなんかなってるかもしれないとか、あとは、あ、もう年齢やからもうどんどん変形してきて、で、それによって痛いんや、関節の中がどうこうなってるんや、中の半月板とかがどうかなってるんやっていうふうに思われたりするんですけども、実はですね、もうこれに、こうやって思ってしまう原因って、やっぱり、世間の、もう、例えばサプリメントが打てたりしますよね。結局サプリメントを販売するにあたっても、軟骨がすり減ってるから、それによって階段が折れにくくなったり、立ち上がりにくくなったり、膝が痛みが治らないんですよ、だから軟骨どうこうするためにサプリメントが必要なんですよっていう風な宣伝とかっていうのがやっぱり世の中多いんですよね。あと、もうとりあえず病院とか行って、整形外科とか行ったら、あ、レントゲンをまず取るっていう風に絶対されるので、レントゲン取って、あ、これすり減ってますね。じゃあそこに注射せるのはダメですね。っていうような形で、ヒアルロン酸注射を打ったりとか、あと水を抜いたりとかっていう風なのがあるので、もうだから世間一般的な皆さんの常識の中で、もう膝が痛いイコール、もう関節の中っていう風な固定概念ができちゃってるんです。実は私今まで多くの方見てきましたけど、この常識で治らない方が本当9割方なんです。なので、もう膝の痛いっていうのは、特に膝の痛みっていうのは、もう中よりも関節、もう周りの筋肉ですね、周りの筋肉が硬くなって、筋肉が硬くなることによって、それに影響するような、例えば膝の前の神経が集まるところの神経が過敏になってたりとか、あとはもうそれによって関数動かさなくなって、動かさなくなって余計筋肉が固まっちゃって、で、筋肉が硬くなると、それによって強い痛みが出てくる。で、強い痛みが出てくると余計安静にしてしまったりとか、変に歩いたりとかして、余計に痛みが出る。で、この悪循環に悪化してるっていう方がほとんどなんです。だからシンプルに、膝周りをぬくめてあげて、筋肉をまずは徹底して柔らかくしてあげる。で、柔らかくした状態で、ただ関節を動かせないと、しっかり柔軟性が高まってこないので、痛くない範囲で関節を動かす。これが実は、一番ですね、一番効果があります。本当騙されたと思って1ヶ月やってみてください。今よりも確実に膝の痛みは落ち着くはずです。
ただもちろんですね、本当状態が悪化している方ですね、状態が悪化している方っていうのはもう自分では緩みきれないような状態になっているので、そういった場合はこういった私のようなしっかり緩めたりするプロに頼った方がいいので、お近くのそういったですね専門でやっているところを頼った方がいいですけども、もう本当軽い膝の痛みとか、もう立ち上がる時に痛いとか、歩く時にちょっと違和感感じるとか、膝の痛みを感じるとか、あとまあ変形性膝関節症で診断されてけど、そんなに症状きつくない程度のレベルやったら、もうぬくめて関節を動かしたら間違いなく痛みは解消されます。ただこれで解消されるんですけども、最後にちょっと一つ重要な注意してほしいポイントがあるんです。それは何かというと、膝の痛みはほとんど膝の周りの筋肉が固まるんです。なので固まるっていうのを、まあ、柔らかくしたら痛みは解消されるんですけども、この固めてる理由です。この理由っていうのをご自身の中で明確にしとかないと、絶対また膝の痛みが出るんです。なぜかというと、筋肉硬くなるって普通に過ごしてたら筋肉硬くならないんです。じゃあどうやったら筋肉が硬くなるのかというと、もう近年多いのはやっぱりもう例えば座りっぱなしの姿勢が多いとか、あとはもう運動不足とか、あとはもう関節動かす量が減って、その関節動かす量が減るのは例えば歩き方が変な歩き方になって、関節使うような歩き方になってないとか、あとはもう自転車を普段こかずですね、ずっと家にいるとか、まあそういった形で要は動かさなさすぎるのと、あとは変に動かすですね、先ほどお伝えしたように変な歩き方で歩くと、変な歩き方が染みつくと逆に筋肉を固めちゃったりするのと、あとはもう無理な筋トレとかですね、スクワットをガーってやるとか、筋トレがいいって言われて筋トレをしちゃうとかですね。で、筋トレももちろんですね、鍛えた方がいい筋肉とかもあるんですけども、膝の痛みで例えば太ももの前の筋肉とかは基本的にあんまり鍛えた方がいいんです。それを知らずに無理な筋トレをしちゃって逆に筋肉を固めてしまって悪化するってパターンが多いですので、だから膝の痛みが出てる方で本当気をつけてほしいのが、もう自分が痛なった前の自分の日常をちゃんと見直すことです。だから、あ、筋トレをしすぎてるなとか、普段ですねこうやって太もも鍛える筋トレしてるなとか、もしくは全然運動してないなとかっていうのを見ていって、あ、じゃあ自分自身は全然動かない方のフェーズにいるなってなったら、じゃあ先ほどのぬくめることをやっていきながら、痛くない範囲を徐々に動かすってことを、量を徐々に増やすようにしてやってほしいんです。こうやってすることによって根本的に筋肉を固めるっていう原因は理由がなくなるので、膝の痛みっていうのがずーっと出ず済むんですね。だからもう、まあ、結論ですね、まあ、最初にもお伝えしたように、世間一般的な常識っていうのを信じないようにしてほしいです。で、これ言うと本当に批判のコメントが来そうなんですけども、もう多くの方を見てきた中でこれが事実なので、だからもう本当、もう膝の痛みはほとんど筋肉ができている、だからな、関節の中とかあんまり関係ないんや、じゃあ固めてるために自分がこういう日常を送ってるからそれを解決せなあかんねや、すごくこれシンプルなんですけど、できてないせいでずーっと痛みが治らない人、膝の痛みが治らない人、膝変形性膝関節症を進めてしまう人がたくさんいてますので、ぜひですね、今日の内容というのをまあ実践してみてもらってですね、で、それでも治らない方っていうのはこういった専門のところに頼ってですね、膝の痛みってまず解消して、で、さらに負担をかけている原因っていうのを解決して、根本からの解決につなげていただければなと思います。はい、本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。で、今ですね、関節を自分で解消して一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という風な、有料で伝えているような内容というのは無料で特別にプレゼントしています。で、そのプレゼントですけども、下の概要欄から受け取ることができますので、そちらから LINE に登録いただくと、プレゼント無料の動画の3つの講座っていうのをプレゼントで受け取ってもらえますので、ぜひそちらの方も受け取ってもらって、自分で膝の痛みの解消であったり関節痛の解消につなげてもらって、一生ですね、自分の足を保てるような状態というのを作っていただければなと思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。